航空便の混雑は今日がピークで、東京便と大阪便はほぼ満席となっています。高知龍馬空港は観光客や帰省客、見送る家族であふれ、連休中の思い出を胸に高知を後にしていました。仁淀川とかすごく綺麗です。久々にこう遠出して自然に出たのでリフレッシュできました。まあ、この子が生まれてまだ一回も一緒に帰省したことがなかったので、初めて、まあ、帰ってきたというところで、まあ、ゆっくりできました。明日以降の空の便には空席があるということです。